相棒のドギと一緒に旅をして2年、ドギの故郷でその事件と出会った。ドギはここは旧友が住んでいた村だと言い、その後はすっかり黙り込んでしまった。この地で一体何が起こっているのか。僕は冒険家としての血が騒ぎ始めるのを感じていた。止まれ、旅の者。ちょっと荷物を改めさせてもらう。近頃この辺りはすっかり物騒になったんだな。よっ、ガードナーさん。細かいことは言いこなしだぜ。ん？俺だよ。10年前ここを出て行ったドギだ。ドギ？お前、あのドギか。こんなに立派になっちまって。仲間が一緒なんだ。おい、アドル、何してんだ？ここがドギの生まれ故郷なんだね。ガードナーさん、紹介しとけよ。こいつはアドルってんだ。ここ2年の間一緒に旅をしてる。アドル君か、よろしくな。よろしく、ガードナーさん。旅先で不吉な噂を聞いたんで立ち寄ってみたんだが、一体どうしたっていうんだい。この辺りは妙な化け物がうろつくようになったし、不作は続くし、全くどうかしてるよ。でもまあ、お前が帰ってきたとなれば町のみんなも気を取り直すさ。早く買おう。アドル、さあ行こうか。相棒とよく魚釣りをしたっけな。水が濁っちまって魚の姿も見えねえや。でも不吉な噂のせいってわけか。故郷が変わっちまうのは寂しいもんだな。ドギ、おい、何フラフラ歩いてんだよ。ごめんなさい、本当にごめんなさい。あれ、あなたもしかしてドギじゃない？エレナ、お前エレナか。驚いた、すっかり見違えたぜ。大きなお世話だ。ごめんなさい、そういう意味じゃなかったんだけど。まあいや。あ、それより兄貴はどうしてる？元気かい？兄とはここしばらくの間会ってないの。ごめんなさい、私ちょっと急いでるから。また後でね。なんだよ、久しぶりに会ったっていうのに釣れないやつだな。さあアドル、宿屋でゆっくりしようぜ。宿代タダでいいなんて驚いたよ。俺は昔この宿で働いていたことがあるんだ。親父には散々しごかれたけどな。
落ち着いてきた。いつものように採石場で働いていた。いきなり化け物どもが襲ってきたんだ。エドガーさんがまだ取り残されてる。エドガーさんを早く助けに戻らないと。みんな手伝ってくれ。助けに行くんだって化け物だろ。オラはまだ死にたかねえよ。ん？君は？エドガーさんを助け出せばいいんですよね。僕に行かせてください。それはありがたい。あんたは剣の腕が立ちそうだし、仲間のデューイが助けに入ってるんだが、エドガーさんの消息はつかめてないんだ。頼む、エドガーさんを助け出してくれ。ティグレー採石場にたどり着いた。そこは妙に静かで、そして邪悪な気配に満ちていた。戦いは久しぶりだし、ちょっとシャドートレーニングしてから行こう。鈍ってないな。